東京都は昨日新型コロナウイルスに感染した6人が死亡したと発表しました。このうち1人は変異型クラスターが発生している老人ホームの利用者でした。死亡したのは80代から90代の男女6人で、いずれも基礎疾患があったということです。 このうち80代の女性は感染力がより強いとされる N501Y の変異があるウイルスへの感染が確認されていました。女性が利用していた老人ホームではこれまでに利用者と職員、合わせて33人が変異型に感染していてクラスターとなっています。 都内で昨日確認された新型コロナの新規感染者は1050人で、土曜日に1000人を超えるのは1月23日以来です。都の担当者はゴールデンウィークだがステイホームを徹底してほしいと注意を呼びかけました。